育休中に夫が亡くなりまして、はい、子供の成長にハッとさせられる出来事があって、各県に1店舗ずつぐらいリアルな代理店を増やしていく。はい、こんにちは。今日の経営者インタビューはこの方です。ご紹介をお願いいたします。はい、カナデル代表大門瑞希と申します。私はオリジナルの育児グッズギュッとねという商品を作って、昨年の9月10日から販売を開始しております。で、今はですね、販売戦略やマーケティングのコンサルタントのトレーニングをしています。その抱っこひもを作る前っていうのはどういうお仕事をされてたんですか？抱っこひもを作る前は、仕事をしてなくて。ああ、そうなんですね。主婦でいらっしゃる。そうですね、うん、実はちょっと2013年に、はい、子供を産んだ後に2014年の育休中に夫が亡くなりまして、はい、その時はジブラルタ生命って保険会社の営業だったんですけど、ちょっと接客業ができるような精神状態ではなかったので、はいはい、そのまま退職してしまって、で1年ぐらいちょっと引きこもりのような生活をしてたので、仕事はしてなかったですね。まあ、ちょっと若干こう沈んでる時期があって、うん、その紐を作ろうっていうふうに決意したっていうか、その気持ちが変わったのは何かあったんですか？いきなり別に抱っこ紐を作ろうと思ったわけじゃないんですけど、うんうん、夫が亡くなった時ってまだ息子は10ヶ月だったから、やっと捕まり立ちをするとか、はい、散歩歩いたとかそれぐらいだったんですけど、うんうんうん、私がすごいぼーっとしてたというか、まあ、引きこもっているような生活をしている間に走れるようにまで成長してたんですよね。だから、あ、こんなに大きくなってると思って、私自身がなんかこうぼーっとしていたら子供の成長を妨げるなと思って、息子と二人でお出かけをする機会を意図的に増やしていった時に、おんぶひもがすごい不便だなっていうのがすごい思ったんですよね。なんかちっちゃい時は、赤ちゃんの時は本当に抱っこしたまま出かけてそのまま帰ってくるのでいいんですけど、歩き始めると、歩きたいと抱っこしてだから抱っこひも持っていこうかどうしようかっていうのを毎回悩んで、で簡易的な抱っこひもとかもサイズ調整ができなくて腰痛めたり、でベビーカーにも全然乗らないしっていうので、7個ぐらい私は試したんですけど、全然そうしっくりいかなくて、まあ、もらったりね、義理の姉にもらったりしたのを試してたんですけど、で結局もうなんかまだやっぱり2歳ちょっとだったから、まだこれから使うよなと思って、ちょっと自分で作ってみようって言って、自分でミシンかけて作るようになったのが始まりですね。それは作り始めたのは、その商品にしようと思って作ったんですか？でも最初は自分の息子のために、自分だけ使うのは自分で作ろうと思って。そうですね、とにかく自分が腰すごい痛めてたので、はいはい、抱っこひも持っていかないで子供が抱っこしてになって、ぐっ、うん、寝ちゃってね、うん、重たくて、でそれでこうバスに乗って帰ってくるとかっていうのが立て続けにあったから、はい、俺もちょっと自分を楽にしようっていうのと、今作られてる育児グッズって基本的にパパとママがいて使うっていう設定で作られてるけど、そうじゃないご家庭だってたくさんあるんだから、私だけじゃなくて辛い思いしてる人のために商品があったらいいのになっていうのはあったんですよね。だから、まあ、自分のためっていうのもあるし、もしうまくできたらそういう人たちにもエールが送れるような商品を作りたいなって思いながら1年半ぐらいですかね。あ、そうなんですね。なんかその資金集めにクラウドファンディングで180万円集めたっていうのをちょっと伺ったんですけど、はい、それはどのような、35日間で120万ってどういう、すごいなと思うんですけど。クラウドファンディングを知らない人もいると思うので、はいはいはい、それも簡単にちょっと、クラウドファンディングは私が抱っこひもを100個作りたいので製造費として100万円が必要です、最初はもう50万円だったんですよ、私あんまり知り合いがたくさんいたわけじゃないので、でも50万円必要ですとかって言ってプロジェクトを立ち上げて、それに共感してくださる方が個人が寄付なり、まあ、リターンがある商品なりを買ってくださるっていう仕組みなので、個人が個人に対して投資をするみたいなサイト、プラットフォームですね、はい。実は僕もクラウドファンディングを立てたことがあるんですよ、はい、本当大変ですよね。本当大変ですね、うん、それは集まったのは何が一番ポイントというか、何かご自身で、本当ですね、
まず私その夫が亡くなった時に本当にその誰とも連絡を取りたくなくて、日常生活っていうものも全てが痛かったから、もう本当に幼なじみとかも会えなかったし、かなりこう人間関係がこうをシャットアウトしてしまった時期があって、でもみんなすごく心配してくれてるのは分かってたから、元気で頑張ってるよっていうことをとにかくこれをきっかけに知らせようっていう気持ちがあって、そういう文面もそういうふうに、あの遠くで心配してくれてる友達とか、あの前職の上司だったり先輩だったりに、その元気で頑張ってますっていうお手紙みたいな風にもしたいっていう風に話してて、でその気持ちのまんま、やっぱりその頑張っあの元気でいるよっていうことをみんなにまず電話してたりメールしたりしたら、みんな本当に喜んでくれて、やっぱりそこで一回その人間関係がそういうことで途切れてしまったのがバッと復活して、1週間かからずに50万は集まった。素晴らしい、はい、うん、クラウドファンディングって簡単にお金が集まるわけじゃないし、当然本当に1000円でも2000円でも大事なお金じゃないですか、人様からお預かりする大事なお金なので、絶対にこれを達成させて商品化させないと私がなんかこう嘘つきになるなと思って、そうね、そうそう、覚悟決めないと、人のお金を使うって本当に覚悟がいることだから、絶対商品化しなきゃと思って、もう毎日毎日あの最低3人は全く言ったことがない人にもっていうので心がけて毎日過ごしてましたね、うん、じゃあそのね商品、はい、私今日持ってきました。出てましたか。これですよね。はい、はい、いいですか、はい、今ここでやりますか、はい、はい、ありがとうございます。これあの20センチ×20センチ×10センチのコンパクトな状態から、重さも、重さ550グラムです。軽い、ちょっと大きめなリンゴぐらい、大きめなリンゴ、はい、でこうやって出すと、うん、フラットな状態になるので、うん、これ簡易式布団だったり、おむつ替えシートだったり、なんかこうお弁当を食べるときに膝掛けにしてあげたりとか、 うちはお祭りのときに持ってってかき氷食べるときに敷いてあげたりとか、はい、よくそういう風にいろんな使い方にしてます、はい、でこっち側に、あ、ごめんなさい、先にパタンって閉じると、はい、両側にファスナーがついてるので、よいしょ、オープンファスナーを閉じていただくと、デニムの上にトートバッグに、はい、なるんですよね。なのであの普段はママバッグとしてこのまま入れて、まあ、トートバッグにインナーバッグとして入れて、あのもう抱っこひもを持ってってるっていう感覚じゃなく持ち歩くことができると思います。で腰ベルトと肩ベルトが収納されてるので、ちょっとベリベリっと剥がしてもらうと、これこのベルト自体はシートベルトにも採用されるっていうものなので、200キロまで、200キロまで、単体では、あ、商品は300キロ、あ、30キロまでで、カチッとベルト止めてもらって、はい、でちょっと真ん中ギャザーを寄せてもらう形にすると、うん、なんか子供のお尻が巾着袋に入ってるような状態になります。で実際抱っこするときは、まあ、座るかしゃがむかして、ここに子供座らせてこっちに足を当てる形になります、はいはい、でうちの肩ベルトを出したら、子供と一緒にこのベルトをくぐるんですね、はい、ここにいるとしてください、はいはい、で布を押さえながら紐の先端のループに親指引っ掛けて斜め45度にシュッと引っ張る、引っ張るだけで、そうそう、引っ張るだけで、はい、でこっち側も反対両方引っ張らないと、はい、自分の楽な位置が、はい、いかないので、はい、今度右手で布を押さえながら、はい、斜め45度ぐらいに引っ張る、すごい、こうなるとその首とか腰座ってない赤ちゃんは、うんうん、あのちょっと無理なんですけど、はい、一人であの、はい、お座りができるぐらい、1歳前後から30キロまで子供に対応することができますっていう、そういう、すごい、今までにない、そうですね、見たことない、で意外とワンショルダーなんですけど、はい、子供を高い位置で抱っこするとすごく楽なんですよ、はい、あ、そうですか、はい、なのでうちも5歳で20キロですけど、うん、20キロ、ま、でも重いですよ、重いですよ、でも重い、まあ子供の体重を軽くする魔法の道具ではないですけど、素抱きで20キロなんて無理なので、腰で、ね、こう支えてるっていうのがありますよね、はいはい、腰で支えてるし、ちょっ
あの手を添えるあの助けてくれる道具としては、もうないの、あるのとないのとでは全然違います。不思議不思議ですか。でもこの1本でできるっていうのがやっぱすごい楽ですよね。そうなんですね。畑でこうなんかこうやって合わせるの大変ですよね。なんかあのよく言われるのが、うん、あの H 型の抱っこ紐は子供がくるまっちゃうから暑いから夏は本当汗だくになっちゃうんだけど、密着感があるのに涼しい、うん、でベルトは無段階なので、うん、あ無制限の、うん、どこでも調節できるわけですよね、はい、であのこれよくあの登山リュックとかにもよく使われてるんですけど、負荷がかかってる状態だとブレーキがされていて、直角にするとシューッと解放されるものになってるので、なるほど、あの子供を下ろすときはちょっと直角に、はい、なんかあの特許かなんか取られてるんですか。あ、ありがとうございます、取ってます。あら、すごいですねこれちなみにお値段の方聞いていいですか。あ、はい、あの税抜きで19,800円が、え、が無理やりですよね。マスター価格でじゃあこれ見ましたっていう人はじゃあ、うん、あのお名前色紙今プレゼントしてますので、はい、子供さんのお名前を備考欄に書いていただいたら、うん、あのアーティストの筆文字アーティストののんのんさんっていう方がすっごい可愛いお名前色紙書いてくれます、うん、今後の、実現したいことをぜひ聞かせてください。ギュッとねに限って言うと、はい、ちょっと障害がある方にの障害があるお子さんをお持ちの親御さんにすごくお問い合わせをいただくことが多いので、うん、あのそういう方に届くように、うん、各県に1店舗ずつぐらいリアルな代理店を増やしていくのが今年の目標です、うん、はい、ご紹介ください。ぜひ障害がある方々の学童だったりとか、うん、放課後デイサービスみたいなのだったりとか、うん、そうですね、専門家がいるところで代理店ができたらいいなと思ってます、うん、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日の経営者インタビューは、はい、大門さんでした。はい、ありがとうございました。